先に順が届く感じになっちゃうと、はい、なんだろう、まあ、順としてはやりやすいのかな、はい、まあ、接近してくるところをコツコツ当ててって見えますよね、はい、やっぱり、はい、僕もちっちゃいのでね、はい、ただやっぱりパワーに圧倒的な差があるじゃないですか、ね、だからもうゴリゴリですよね、腕の経験もあります。これバレンタインさんにご覧いただきましょう。頬骨のあたりでしょうかね。もう時折バレンタインさん、おー右だ、これワンツーで右顔面捉えましたね。石井の攻撃です。セットできてきましたか。このあたり残り1分20秒、よりいいパンチは石井選手なんじゃないかなと思います、はい、そうですか、うん、となると、まあ、3ラウンドは微妙だったとしても4ラウンドは石井選手、うん、俺3ラウンドも、うん、まあ、そうですね、本当にやりますよね、強いと思う。なんといってもそうですよね、世界王者7人のスパーリングパートナー務めてきたという経歴があります、うん、それからバレンタインさん動きもいい。あー2人、今度は池川の方です。ストレート、右も当たる、左でしっかり物差し、これ掴みにしながら池川のストレート、あと1分です。まあでも石井選手も果敢にどんどん前に出てきます。これどうですか。いいですね、だからこうなんだろう、打ち抜くっていうよりは来たものをボン、あ、時間がない、右突き放す、ガードも硬い、池川、それでも最後に右を放ちました。第7ラウンド終了です。このラウンドは石井選手だな、だと思う。本当ですよね。でも本当にね、はい、池川も接近戦でパンチ当ててるんですよ。そうですね、うん、でも、まあ、こんなにやっぱりガラッて変わったのは、はい、これやっぱり石井選手のこの攻めだし、レフェリーに、はい、クリンチを注意されたからだと思うんですよ、はい、うん、ドローだな、ドロー、ドロー、このラウンドも俺はどっちかというと石井選手かなと思うので、となると4ラウンドずつ、うん、ということになりますね。どうなんだろう、うん、両選手とも危険な表には達しませんので、この試合はドローを決めるでございます。この試合引き分けです。1人は77対75、これは石井俊也が取りました。しかし2人が76対76、この両者の顔合わせはドローです。あ、ごめんなさい、ごめんなさ